あなたののビジネスプランンポイトは何ですか私たちのビジネスプランのポイントは作家が書いた小説を声優さんが音声化をして配信することができるサービスなんですけど1つの小説に対して複数の声優さんがそれぞれ音声化をすることで小説の物語は同じなんですけど好きな声優さんの声で小説が楽しめるっていうことが一番のポイントになります。 はい、では本日に向けて、メンターさんからどんなアドバイスを受けましたかとそうです、ね、メンターさんからは、えーまあ、まだその自分はそんなにこうピッチに出たりする機会があまりなかったんで、まあ、しっかりこう自信と目的を持って、ピッチに参加することが大事だっていう意見をいただきました、はい、では最後に意気込みをお聞かせください。 まだまだその始まったばっかりのサービスなんでこういった機会を通して自分たちのサービスの認知度を広げていきたいなと思っていますては8社目ということですね株式会社リアクトでご登場いただきますボイスブック配信プラットフォームライトオンということで、ね、こちら担当メンターは勝谷久志事務所代表アーティストの勝谷久志さんに こちらチームの紹介をいただきたいと思います、おお願いします長谷さんお願いいししまますす、えっと、最近ちょっと思うことがあって、本質的なことが分かってしまったんですね、1か月ぐらい前の話なんですけれども、これからの起業家、伸びる起業家、昭和の起業家は自分のエネルギーだけ高ければ自己実現するんですけれども、これからの起業家は、実はですね、パートナーなんですね、奥さん。 うちの奥さんも超あげまん私もおかげさまで伸び伸び中野さんの奥さんも素敵な方ですよねでやっぱりねよく考えてみると起業家皆さん投資家の人たちよく聞いていただきたいんですけどもリファレンス取るときにですね奥さんにインタビューって大事だと思いますじゃ今日これからご紹介する古賀さんはですねまあ登竜門っていう私はあの福岡 九州地区の担当なんですけどもり竜門っていうそのイベントでですね古賀さんと出会ったんですよその時に私まあ今まで1万人近くの経営者に会ってですね、まあ、すごく彼の情熱とか何か本質的に光るものを感じたんですよとプラスですねまだ20代にもかかわらずすごい安定感があるんですで先ほど実は偶然彼の奥様とお会いしてこの会場にいるんですけども奥様がすごいエネルギー <laughs> これからねオーディオブックの世界をですね まあ声優さんの力を借りてですね新しいこうマーケット切り開くサービスを作るんですけども,もうとにかくまあ彼もすごいんだけど奥さんがすごいだからきっとうまくいくと思いますまあそういうことでぜひ古賀さんのプレゼンを期待していただきたいと思います小川さんなんななかか今大大大丈丈丈夫夫夫い,いけそうじゃあハグしましょう。 <laughs> それではプレゼンよろしくお願いいたしますあ、えー、と勝谷さん紹介ありがとうございます、えっと、はい、えー、私は、えーっとまあ、最初にじゃあ自己紹介をさせていただきます私は高校卒業後、まあ、入社した電流会社を1か月で退職し東京福岡のスタートアップを経て昨年起業をしました、えっと、まだ22歳なんですけどもうすでに結婚はしています で私たちのミッションは努力すするるる人にチャンスのある場所を提供することですこれは私自身が挫折を味わった際にチャンスを与えてくれた人がいたおかげで今の自分があるため、まあ、同じようにそういうチャンスを与えられる側になりたいと思いこのミッションを掲げていますでそこで現在作っているサービスはボイスブック配信プラットフォーム「ライトオン」というものですライトオンとは作家が書いた小説を声優が音声化をして配信することができるサービスです で作家声優ともにプロアマチュア関係なく誰でも投稿することができますではなぜこれを作ろうと思ったのかそれは私自身小さい頃から小説を読むことが好きでもっとたくさんの人に本を読んでもらいたいと思ったからですしかし友人などにおすすめの本などを紹介しても最近だとやっぱり活字が苦手だったりとか読む時間がないっていうことであまり読んでもらえませんでした そこで、音声ならそういった課題を解決してもっとたくさんの人に小説を読んでもらえるのではないかと思い作り始めましたこちらが実際のライトオンのサービスで大きく3つの機能がありますまず初めに小説を投稿できるライターモード次に投稿された小説を音声化するためのアクターモードで最後に実際に音声化されたものを聞くためのリスナーモードがあります では実際にライトオで作られたコンテンツを一部ご紹介いたします。 ちちょょっっとと音が出ないいですす <laughs> じゃまませんちょっと飛ばしますねえとはいトラクションとして7月に開発を始めて10月にベータ版を公開し投稿された小説は現時点で1430冊累計ユーザー数が2.5万人を突破しましたでライトンではサービスをローンチしてから一切広告などを打たずこういったツイッターやブログを通してユーザーさんが 自発的に発信してくださることで認知度を拡大していますビジネスモデルですまず作家が小説を投稿しそれを複数の声優が音声化をします音声化した声優それぞれが自由に値段を設定して販売を行い読者であるリスナーが購入した際の売り上げの手数料をいただくというものですマーケットサイズです 近年の音声デバイスの普及によってアメリカを筆頭にオーディオブックの市場は年率20%以上の成長を誇っていますでまた今後音声 AI によってスマホを操作せずに声だけで何でも操作する時代になると考えておりこれによってますます音声コンテンツの価値は上がってくると信じています フィーーチャープランです今後の展開としてはライトに投稿された小説や声優として出版市場やアニメ市場にも参入していきたいと考えておりますで。最近の取り組みとしては開発とともに企業とのタイアップ企画などを進めており例えばラジオ局とはコンテストを行って人気のものをラジオで配信を行いました。でまた 先日はバンダイナンクのアクセラレータープログラムに採択をされてライトンに投稿された小説部門と声優部門でそれぞれコンテンツと行い人気のものをドラマ CD 化という企画を現在進めておりますで、まあ、私たちまだまだ若い会社でまだサービスも始まったばっかりなんですけど、まあ、これから小説家や声優さまざ、あ、まなクリエイターの活躍できる場所をどんどん作っていきたいと考えております ご協力ありよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、あ、これちょっとちなみに私あの普段大学の教授ですけど、実は声の仕事で20年ほどテレビ CM のナレーションもやっていますので、ちょっとご協力差し上げておくださとよろくお願します <laughs> 思いました。一応声10種類ぐらい出せるんですけども、あのこれね多分実際やっぱりあの。 活躍したいと思っている人はすごく本当にいると思ってまして。すいません。なんで私が話してたん,んですけど、まあ、あの、大学のサークルもそうですし、まあ、チャレンジしたいという人が。喋る側は間違いなくいますよね。はい、ただ、まあ、そ,ね、そこをどうちゃんと認知取って。結びつけてあげるかということが、なんかすごくポイントな気がしました。なので、あの、ちょっと応援させていただきたいと思いましたが。ありがとうございます。はい、あの。さっきの動画もぜひ見たかったですね。なんかもし。間に合いますそうそう。ちょっと流れなくて。 いいえいえ,いえじゃあ審査員の皆さんにちょっと聞いてみたいと思いますどうでしょうかどなたから言ってみましょう質問コメントどちらでもはいありがとうございますじゃあ和田さんから言ってみましょうごめんなさいあの聞き漏らしちゃったかもしれないですけど今のこうユーザーの中で一番人気のあるコンテンツとかカテゴリーとかそれがどういうタイミングで聞かれてるかとかっていうあの見えてきた価値パターンみたいなのあれば教えていただいてもいいですかそうですね 今の,そのまあ特徴としてはえっとまあ小説の中身というよりかはこの声優さんだから聞きたいというやっぱニーズが強くてで私たちも今、ちょっとそこのまあ改善というかという部分でまあこれからちょっとそのまあ実際に今ライトにいる声優さんを使って VTuber とかまあそういった方にもちょっとチャレンジをしていきたいなと考えていますありがとうございます。 あのもしなんか声優の方とかフックになるんだったらなんか著作権切れのコンテンツとか,なんか当たりのいいもの、はい、例えば、最近だとまあなんか青空文庫とかそう,です、ね、そういうのを使ってそういう工夫でもう少し伸びるポイントが見つかるんじゃないかなという気が聞いててしましまたありがとうございます。ありがとうございいますそれでは続いて どなたでもはいあおうさんありがとうございますマイコじゃあちょっとお渡しいただいてあげてはいお疲れ様でしたあ,ありがとうございますすごくいいなと思いましたボイス時代のピクシブでしょうねっていうイメージありますうんあの本当にえっ、ー、とそのピクシブってプラットフォームとして とコミュニティとして成立すると同時にあの絵師さんたちのまあビジネス機会を開いていった私、ゲームの仕事とかやってますけれどもあのイラストレーターさん、やっぱピクシブで探して実際そこでマッチングしていくっていうのをやってたりしますしあのそこの機会、声優さんたち、まあ、実際、今まだまだ埋もれているところの機会があと VTuber おっしゃいましたけどもそことかであのどんどん広がっていくののイメージがすすごごいいきまましたありがとうざありがとうございます。 はいぜひぜひカスですね。口下手なんですけど、一問増資されてて家入リさんのところとエフエンチャーが投資、<あ>次次の増資もありますんで、<laughs> まあもしそういう観点でもなんかお聞きしたい人がいたら。<laughs> あ、親子,親,子親子、親子、親子ああぜひあじゃあラスさん、は <laughs>、まあナウスさん、まあ、はい。じゃもう一個いいですか。あのそうすると音声コンテンツのこうスケールしていくタイミングが来る時って。 日本でこうオーディオブックのマーケットがめっちゃ来るとかわ、まあ、かんないですけどスマートスピーカーの普及が一気に進むとか、まあ、そういう外部環境の相性のいい追い風があるといいなと思うんですがそういうのって今どんなふうに見られてるのか何年後かにこうなってればその時にどういうポジションを取れるのかみたいなそういう外部のトレンドと合わせて自分たちのポジションをどういうふうに作っていきたいか教えてもらってもいいですか やはりまあ最近では Google ホームとか Alexa とか、まあ、そういった普及で、まあ、既存でもすでにそのオーディオブックのサービスをやっている、まあ、オートバンクだったりオーディブルとかというのもかなりまあ最近伸びているので,そうです、ねまあ、自分たちもまあそれに乗っかって、まあ、これからどんどん成長していきたいなと思っていますね。まあまあ あとは自分的にはまあ。そうですね。まあ音声デバイスもフックにはなると思うんですけど。やはりまあイヤホンというか。エアポッツの中ちょっともうちょっと進進化した感じのが出てくると。まあもっと普及していくんじゃないかなと思ってます、ね。はい。ありがとうございます。あちなみにこれあれですけど、まあ先ほど声優の話あったんですけど。これあれですよ。あの経営者とかですね。あと外国人の方に。あの。 決してこう流暢じゃないんですけども聞き取れないとかもろに下手とかですねその方が逆に受けたりするんですよねまあそういう意味で本丸のこう綺麗な声だけじゃなくてちょっとこう違ったものを言えると話題性ととしては抜群だと思いますあちょっと一つあの言い忘れてたんですけどアメリカの方でかなりオーディオブックの文化というかオーディオブックの市場伸びててただその,ですかねその本のジャンルとして人気なのが まあ結構日本とかだとなんかビジネス書とか最近は流行ってるんですけどアメリカだと過半数以上がそのライあの SF というかそういうフィクション系がかなり伸びてて、うん、私たちが今扱っている小説っていうのももともとネットに投稿されていたあの、まあ、ウェブ小説投稿サイトとかに投稿されてるまあライトノベル系が中心なんで、うん、まあ今後、日本でもそういうビジネス本じゃなくて、まあ、そっちがその伸びてくるんじゃないかなと思ってます、ね。なるほど 会場の皆さんからもぜひ応援の拍手をお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。